木国の大樹和歌山県天然記念物木国は木国か木国族の常緑鉱木。別名でイークとも呼ばれる。江戸い付きの一つ。餅の木や松と並び、庭木の王と称される。日本では千葉県伊勢の本州沿岸部、四国、九州、南西諸島に自然分布し、朝鮮半島南部、台湾、中国を経て、 東南アジアからインドに至る団地の海岸近くに自生する。上緑紅葉樹の中高木。成長すると樹高は約6メートル時には15メートル、強高直径80センチメートルに達する大木となる。枝が密集して整った樹形を作り、全体としては直立して、上で放射状に広がる形になりやすい。幹の樹皮は葉やは褐色、皮目が多い。 葉は五生ながら枝先に集まる。葉心は長さ4から7センチメートルの東卵状楕円型で、葉先は丸く、葉脈が見えない厚い角質で光沢があり、暗緑色をしている。十分に日光が当たる環境では、傭兵が赤みを帯びる。夏季は6から7月頃、直径2センチメートルほどの白色から黄色へ変化する、花をつけ、方向を放つ。 花は溶液に一へなし、1から2センチメートルの柄があって、曲がって、花は下を向く。株によって両性花、または尾花をつけ、尾花のめしべは退化している。両性花をつける株には、直径10から15ミリメートルの球形で、卵状球形の果実が実り、秋になると熟す。果実が熟すと厚い夏日が不規則に裂けて、大々赤色の種子を露出する。 この種子は鳥によって食べられてお焼きから離れたところまで運ばれると考えられている。また、この種子は地上で赤く目立つため赤身の木の別名がある。日本では関東地方から沖縄までの範囲で植栽可能である。体幹性はやや劣るものの、性質は丈夫で大気汚染にもよく耐える。日向たに植えて育てられるが、耐陰性があり、成長は穏やかである。 土壌の質は湿りがちな浄土にして根を深く張る。植栽適期は年3回ほど行うのがよく、3月下旬から4月、中旬、5月中旬から6月もしくは6月下旬から7月、上旬、9月中旬から10月中旬とされる。病害中に貝殻虫の被害に遭いやすく、剪定で痛風や細工を良くして予防する。葉が美しく樹形が整うため、 庭木として日本庭園によく植栽され庭のシンボルツリーや主役として扱われ高級な雰囲気をもたらすことのできる樹種である樹齢を重ねるごとに風格を増すことから庭木の王様とされている硬く美しい赤褐色を帯びる材を床柱のような建材、櫛などの木工品の素材として用いるまた樹皮は繊維を褐色に染める染料として利用される 民間療法では、葉を集めて乾燥し、煎じ出したものを人疾患や肝疾患に用いる。加盟について APG 体系では、木国科、クロンキスト体系とエングラー体系では、椿科に分類される。ありがとうございます。